コノハスピリッツ。出現、呪われし傀儡の一族。時は来た。立ち上がる時が。我が一族のためにそして究極の力のためにね。念珠を探せ。5つの念珠が揃った時、我が一族の悲願が叶う。承知。やっと任務完了だってばよ。早く帰ってラーメンでも。あ、なんだ、向こうの方に誰かいる。くそ、この浜だか。お前勘九郎じゃねえか。そんなに慌ててどうしたんだってばよ。てめえらの里はやばいんだよ。早く知らせねえと。コノハがやばい。それどういうことだ。なんだお前ら。くそ、やっぱり追ってきやがったか。勘九郎、何なんだこいつら。話は後じゃん。とにかく今コノハに急がねえと。あっ、こいつら里にまで来やがった。遅かったか。てめえら、そこをどきやがれ。何を言っても無駄じゃん。こいつら自動傀儡だからな。なんだかわかんねえけど、俺が相手になってやるってばよ。プしてもキリがねえ。俺たちの里もこいつらにやられたんだ。砂隠れがやられた？ああ、風の国を襲うのに俺たちが邪魔だったんだ。こいつら里の戦力を先に叩いておいて国中を悠々と荒らし回りやがった。マジかよ。風の国だけじゃねえ。水の国、雷の国、土の国、どこの被害も甚大だ。こいつら白金一族のせいでな。白金一族その通り。そして最後は火の国というわけだ。しゃべったってばよ。落ち着けって。体内のからくりが誰かの声を伝えてるだけじゃん。我らの目的はただ一つ。火の国にある年中をもらい受けに来た。年中なんだよそれ。平を切るつもりか。ならば腕ずくで。先生、俺も聞きたいね。その念珠とは何だ。里を襲ってまでそいつを手に入れようとする理由は。まだ白を切るか。なんならこの葉を焼き尽くして年中を奪っても良いのだぞ。できるものならやってみろ。里を守るためなら木の葉の忍びはみんな命がけで戦うぞ。それを相手にする覚悟はお前たちにあるのか。どうやらとぼけているわけではなさそうだ。木の葉の忍びならいち早く年中を確保していると思ったが、里の常人が知らんのならこれ以上聞いても時間の無駄だな。だから年中って何なんだってばよ。まあよい、いずれ必ず見つけ出してやる。てめえ待ち上がれ。よせ村田、深追いは危険だ。それより砂隠れの里が襲われたと聞いた。ああ、詳しいことは木の葉の火影に報告するじゃん。わかった、案内しよう。そうか。では砂隠れの被害は致命的ではないんだな。不意打ちを食らったから結構やられはしたけど、そろそろ復旧作業が始まってる頃じゃん。あいつら一体何なんだってばよ。長老たちの話じゃ白金一族は傀儡使いの小さな集団だそうだ。あの自動傀儡は白金一族独自の技術らしい。もっとも一族はとっくの昔に滅び去ったって話じゃん。つまり生き残りが今になって動き出したわけか。ああ、念珠とかいう宝玉を集めるためにな。念珠ね。確かにあの傀儡の使い手もそれが目的だったようだ。念珠ってのは五大国に一個ずつあるらしい。あいつら風の国からも念珠を奪っていきやがった。そんなもん集めてどうしようってんだ。あのトカゲ型の傀儡を操ってるやつはこう言ってたぜ。5つの念珠が全て揃った時、一国をも滅ぼせる力を持つ究極の傀儡が復活するってな。究極の傀儡？それが本当なら五大国全ての脅威になるぞ。どうすんだよばあちゃん。なんとかしねえとやばいってばよ。お前に言われなくても分かってるよ。すぐに対策会議を招集しよう。作戦が決まり次第、ナルト、お前にも働いてもらうよ。おう、任しとけ。シルバニー一族だかなんだか知らねえが、俺がぶっ潰してやら。やるってばよ。で、タイトルに戻るってばよ。2人で真剣勝負、いろいろ設定できるってば。で、よーし。任務開始。燃える村に急行せよ。バチャ、シルバネ一族を倒す作戦決まったのか？残念ながらまだだ。だが方針は固まっている。まず白金一族の年中集めを妨害すること、その一方で奴らより先に残り1個の年中を探し出すことだ。究極の空洞を復活させないためですね。そうだ。そこで今回の任務だが、里の東にある如月の村で火事が発生した。同時に村の近辺から傀儡の目撃情報が入ってきた。状況から判断して白金一族が村に火を放って年中探しをしている可能性が高い。くそー、あいつら今度こそただじゃおかねえ。バカね、村の人たちを助ける方が先でしょ。さくらの言う通りだ。まずは人命を最優先に行動しろ。村人の避難完了後、白金一族を探し出し、これを叩け。了解しました。行くぞ、お前たち。おっしゃ、行ってまいります、師匠。随分派手にやってくれたもんだな。カカシ先生、私の方は全員避難させました。こっちも逃げ遅れなしだってばよ。よし、これで村人の避難は完了だ。あとは出てこい。今さら逃げようなんて思うなよ。いい心がけだ。二人とも行くぞ。強軍だ。影分身の術。影分身の術。